札幌では昨日から午前零時までの12時間に40センチの雪が降り、2006年12月以来13シーズンぶりの土下雪となりました。積雪は平年の70センチを超え、一時79センチに達し、住民は朝から雪かけに追われました。いやびっくりしたとしちゃおうっ、ね、こんなに降ってるとは思わなかったから。まあ、1年に1回やることら大したことない。とはいえ、しんどいよね。半分楽しみながら苦しいながら。 やってます背を越えるような雪山ができ、えー、車や人が非常に見えづらい状況になっています。札幌・西区では通学路にも高い雪山ができ、人や車が見えづらい場所が現れました。こうあの辺とか高く積まれてるんで、結構、ね、見づらいんですよね、手は離さずに気をつけて歩いてますね。 一方、開催中の札幌雪まつり会場でも係員が朝から雪像の雪を払う作業に追われ一部はすっぽりと雪に包まれた状態の市民雪像も見られました。